いやー、鋭かったですね。もう僕も火ついちゃって、でしかもお世話になった広島の皆さんの前で子供たちと一緒にプレーをさせてもらって非常に素晴らしい時間になりましたし、まあ、これを機に子供たちも、まあ、その今サンフレッチにいないですけど、いた選手として応援してもらえたらなと思ってます。佐藤寿人選手からお声をいただいて、まあ、即答で行かせてもらいますということと、広島に対して何か僕たちで明るいニュースを届けたいなと思いながら今日は来ました。そうですね、今後もっともっと大きな規模になっていくと思ってますし、大きくしていかないといけないと思っているので、まあ、理想はやっぱりこう制限決めずにたくさんの方が本当に来てもらって、プレーできなくてもやっぱ見れる環境にやっていければなと思ってます。